後で皆様、もしこの人とのパフォーマーがグーだったら投げ銭でもありますので、ぜひ札束を用意しておいてください。それではまず、じゃあ聞いてください。はい、お疲れ様です。Thank you.
院リーダー、足が立派な、ほらリーダーだよ、DYDでございます。制服は着てますが、決して萌え系ではなく、こういかに皆さんに元気をまた上げれるかというのを目標に、私たちも日々活動しております、今日はですね、皆さんにちょっと渡したいものがあって持ってきましたので、私たちはもちろん、札幌を元気にっていうのはもちろんのこと、女性だけのグループでやってますので、女性の方々を応援するグループになりたいなと心から思っております。Thank you.